広野勤の走れタコ特番ドラマ居酒屋トンボ物語。いらっしゃいませ。ここは居酒屋トンボと申しまして、私とお父ちゃんと二人でやってます。商店街の外れの小さなお店です。赤ちょうちんに火がつくと、いろんな人生を抱えた皆さんが自慢話や愚痴をこぼしに、自分の家みたいに立ち寄ってくれはるんです。今夜もまた、トンボという名の小さなお店、裏方旦那と笑顔の他に、言葉はなくても心が通う、そんな夫婦にお店が和む。安らぐお酒を飲みたい時はどうぞトンボを訪ねておくれ。こんばんは。ああ、つとんさんいらっしゃい。えらいご機嫌ですね。どないしはった？今日はパチンコで買ったんや。みんなにパーッとおごってやろう思てね。やけど、客誰もおれへんな。まだ早いさかいね。つとんさんが口開けのお客さんです。ああ、そうやったんか。あ、大将は？まだ仕込みしてますわ。あんた、つとんさん来はったで。はいよ。大将、今日は魚が食べたい気分やね。刺身の盛り合わせ頼むわ。あいよ、刺身一丁。厚缶も一本つけて。あいよ、厚缶一丁。大将、今日も真田広之みたいに男前やな。あいよ。なんや、あいよしか言うことないんかいな。あいよ。おちょくってんのかいな。あいよ。しまいに怒るで。あいよ。ええ加減に。いやいや、わし、うちのやつから店ではあいよと注文しか言うたらあかんって言われてますね。つともはん、いらっしゃい。寒なりましたな。ほんまやな。寒い思ったら、明日、明後日から12月です。今年もいよいよやりましたな。東日本大震災に台風災害で大勢の方が亡くなりました。来年は、ええ年にしたいもんですな。つともはん、つともはん、あんた人が話してるのに何寝てますねん。いやいや、わし、黙祷しとったんや。そうでっか。ほな、わしも黙祷させてもらいます。あんた、お客さんいてはんのに何寝てんねん。いや、つともはんと一緒に黙祷しとったんや。黙祷って、なんかあったんか？いや、今年天災で亡くなった皆さんの冥福を、つともはんと祈っとったんや。そうかいな。ほな、私も。せやな、来年は私らで、ええ年にしたいもんやね。あいよ。あんた、頼んまっせ。あいよ。刺身できたんやったら、はよ出しな、あれ。あいよ。つとむさん、おかあがりました。あいよ。あんたまで愛を言わんでよろしい。いや、大将の愛よは気持ちええから移ってしもたわ。こんばんは。いらっしゃいませ。いや、客じゃないんです。実は私、こういうものです。ハッピーライフ研究所、ハッシー橋本。どういうご用件でしょうか？実は私、世の中の人が幸福になる方法を研究しているんですが、今度、着るだけで幸せになる服というのが発明されて、クリスチャン・ドトールから発売されたんです。へえ、着るだけで幸せになれるんですか？それは素晴らしいですね。はい。残念ながら一般には販売されてないのですが、私の研究所がクリスチャン・ドトール代理店になっておりますので、特別に手に入るんです。それをこちらのお店にも置いて、お客様に紹介していただけないかと思いまして。うちは居酒屋ですからね。洋服を置いても。いえ、医療品店以外の業種の方にお願いするという方針ですので、居酒屋さんルートで紹介していただきたいのです。そうなんですか。ちょっとうちの人と相談してみますね。はい、よろしくお願いいたします。ちょっとあんた。はいよ。こちらの方が着るだけで幸せになる服をうちに置いてくれと言い張るんやけど、どうしたらええと思う？あいよ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 あい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 よあいよよよよあいあい。あんた、おか普通に喋り。ええんかいな。店では愛をしか言わんと約束したやないか。こういう時はええの。そら助かった。実はさっき、
そちらは廃棄物の処分してくれますかという間違い電話があってんけど、わしがあいよって言うたもんやから、よかった。これから大型テレビ持っていきます、言うて。困るがな、そんなん持ってこられても。まあ、来はったら頭下げて帰ってもらうわ。それより、この服の話はどうしよう。ああ、いいよ。もう、あいよはええねん。いや、今のは、ああ、いいよ、や。ややこしい言い方しなはんな。ハッシーさんとかおっしゃいましたよね。大将も了解してくれてますので、その服、店に置かせてもらいますわ。ありがとうございます。じゃあ、この契約書にサインお願いします。契約書なんか書きますんか？ええ、外資系はこういうのうるさいんです。まあ、形式的なもんですから。ここに名前書いたらよろしいんですね。はい、これで結構です。じゃあ、後ほど係のものが品物をお届けしますね。着るだけで幸せになるなんて、魔法みたいな服やな。年がいもなく、私もなんかワクワクしてきたわ。こんばんは。あ、成本さん、軽部さん、いらっしゃい。おかみさん、できましたよ。あ、とうとうできましたか。聞かせてもらえます？はい、ちゃんと持ってきましたよ。今日はファンクラブの方たちも来てます。へえ、もうファンクラブがおますんかいな。曲を聴いてファンになりました、矢沢さよこです。同じく田中美恵子です。大阪は淀川区の西三国でカラオケ喫茶銀河をやっています。ちょっとちょっと、できたとか曲とかファンクラブとか、これ何のことですね。この店の歌ができましたんや。カルベさんが作詞して成本さんが歌ってはりますね。カルベさんや成本さんにそんな才能がおましたんか。おましたんかとはもう失礼な。成本さん、 CD 貸して。はい、どうぞ。うわあ、立派なジャケットですやん。ヒロノさんも一緒に聴いてください。ほな、かけてみますね。あら、いらっしゃい。まあ、暗い顔しはって、何があったの？あ、そう、会社で。それは大変やね。でも、悪いことの後には必ずいいことが来るんやからね。ほな、元気出して扱いにしましょうか。お調子一本扱んで。はいよ。隣のお客の些細な悩み、上手にうなずき合図ちぎれる。あったか小鉢に心込めて、まるで我が子を諭すがごとく、心が傷つき寂しい時は、喉トンボで癒しおくいで。作詞がええわ。そうでしょう。ありがとうございます。歌もええわ。そうでしょう。ありがとう。メロディーもええわ。作詞は軽部誠さんやね。ほな、作曲は誰？広野つともさんです。は？広野つともさんです。広野つとも、どこかで聞いたような名前やな。あら、つともさんと同姓同名やないの。あら、そうなんや。よっしゃ、同じ名前のよしみで、成本光彦さん CD100 枚注文するわ。お気に。うちでもこれから毎晩店で流しますね。ほな、私らこれで失礼します。え、もう行きはるんですか？駅前で知り合いの歌手がキャンペーンをやってますんで手伝いに行きますね。じゃあ、よろしく。ほな、頑張ってね。よっこいしょっと。ごめんください。いらっしゃいませ。お客さん、また大きな箱持ってどないしはりました？先ほどお電話したもんですが、こちらでテレビの処分をお願いしようと。あの電話の。
その電話したもんです。あんた、はいよ。さっきの電話の人がテレビ持ってきはったで。はいよ。はい、お願いします。じゃ あ僕はこれで。ちょっと待ってください。あんたテレビ置いていかはるで。はいよ、テレビ一丁。そんなん言うてる場合やないわ。すんません、うちは処分屋とは違うんです。でもさっきの電話で。あれはちょっとした手違いでして、申し訳ないんですけど持って帰っていただけないでしょうか。苦労してここまで運んできたのに、こんな重いもんまた持って帰るんですか。ここに置いておいてても邪魔になるんで頼みます。困るな。うちも困るんでお願いしますわ。困るな。そこをなんとか。困るな。生ビール一杯ごちそうしますんで。はい、喜んで。あっさり転びよったな。え、何か。いえいえ、はい、どうぞ。おいしそうに飲みはりますね。テレビ運んで汗かきましたんで。でもこのテレビデジタルやし、まだ使えるでしょ。こす時の準備をしようと思いまして。こすって茶こしかなんかで。あ、いやいや、お茶をこすんやなくて引っ越す準備です。引っ越しするんですか。そろそろ固めようかと思いまして。固めるってネットを使って。いやいや、片栗粉やなくて身を固めようと。結婚ですか、それはおめでとうございます。その話でね、今日は田舎からお袋が出てくるんですよ。ただただ。どないしはったんです。彼女の父親というのが問題で。どんなお父さんなんです。娘は絶対嫁にやらん、相手の男とも絶対会う気はないの一点張りなんです。そら勝手なやつですな。将来の父親ですから言いたくないのですが、仕事もしないで毎日パチンコするだけで。とんでもない男やな、それは。母はせっかくこちらに出てくるんやからご挨拶したいと申してるんですが、会ってもらえそうにないんです。そうですか、話は分かりました。まあここでお会いしたのも何かのご縁。私がその頑固な父親というのを説得してやりましょう。いえ、見ず知らずの人にそんな。いや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 、年の近い私が言う方が効き目があるでしょう。 ありがとうございます。もうじきお袋がこっちに着くので、とりあえずこの店に来るよう電話しときます。じゃあ僕は一旦テレビを持って帰りますね。そうですな、まあ大船に乗った気でいてください。よいしょっと。じゃあ後でまた。ありがとうございました。こんばんは。あ、高野先生、ご無沙汰してます。おー、広野さん、お元気そうで。ええ、先生から教わったストレッチをやってると、もう体調がめっちゃいいです。あ、そうですか。やっぱり運動は継続が第一です。続けることによって効果が出てくるんですよ。続けるだけで健康になるなんて魔法みたいですね。ええ、でも科学的な裏付けがある魔法だと考えればいいんです。魔法といえば、さっき着るだけで幸せになる服を売りに行きはった人がいましたけど、そんな服発明されたんですか。着るだけで幸せにですか。僕は知りませんけど。なんか最近発明されて、クリスチャン・ドトールちゅうところで発売されたとか言ってました。そうですか。もちろん着るものでも持ち物でも、それがあれば幸せになれると信じていれば、内分泌の働きで気分が高揚するということはあります。でも誰でも着ただけでそうなるわけではないですよ。やっぱり魔法なんかいなな。はい、もしもし。あ、はるか。おう、どなしてん。え、自転車ちゃんと駅に止めてあるやろ。鍵はあんた言われた通り駅前のタバコ屋のおばあちゃんに預けてやな。あ、しもた、ポケットに入れたままや。お、わかったわかった、今からそっちへ届ける。先生、ちょっと娘に自転車の鍵渡してきますわ。おかみさん、さっきの人が来たら後でまた来る言うて言うといてくださいね。ほな。ありがとうございました。待ってるね。ごめんください。いらっしゃいませ。こちらに松田信也という者がお邪魔してないでしょうか。今お客さんはこちらの高野先生だけですけど、お待ち合わせでしょうか。
ええ、うちの息子なんですが、こちらのお店に来るようにと連絡がありまして。じゃあ、しばらくお待ちになられては。そうですね。じゃあ、そうさせていただこうかしら。何かお飲みになりますか？お茶をお願いします。はいよ。こんばんは。あら、綺麗なお姉さん、いらっしゃい。あの、こちらにいつも、広野勤という者がお邪魔してると思うんですが。勤さんやったら今日も来はったけど、今娘さんに自転車の鍵を届けに来ましたけど。私がその娘なんです。駅で待ってたら父がこちらの店で待つようにと連絡があって。ああ、勤さんの娘さんですか。いつもお父さんからお噂伺ってます。待ってる間に何か飲まれますか。じゃあ、梅酒サワーいただきます。はいよ、梅サワー一丁。はい、帰ってきたよ。おう、春来てたんか。はい、今夜はお客さんを連れてきたぞ。どうぞ、青木さん。こんばんは。居酒屋友の皆さん、 A ホースエンターテインメントの青木明です。駅を通りかかったら、あのこの人がキャンペーンやっててな、それがこの店にぴったりのええ歌なんや。いや、もうぜひここでみんなに聞いてもらおう思てね、ほんで来てもろたんや。ありがとうございます。では一曲歌わせていただきます。作詞津田清春先生、作曲奥村秀夫先生、トワイライトカフェ。居酒屋トンボもええ歌やけど、トワイライトカフェ、これもええなあ。いや、ありがとうございます。じゃあこれで失礼します。え、もう行けはるん？はい、この通りのお店を待ってからまた来ますね。待ってますね。はい、待ってますね。おい、邪魔すんで。邪魔すんやったら帰って。はいよ。ってなんでやねん。おい、鉄戻ってこい。はい、万事兄貴。いらっしゃい。いや、客やおまへんね。何でしょうか？頼まれた商品を持ってきました。ああ、お酒の配達の人でしたんか。裏へ回ってもらえますか？品物は酒じゃなくて洋服ですが。洋服？そんなん誰が頼みました？おかみさん、さっき言うてた、来ただけで幸せになる服、あれと違いますか？そうそう、それや、それ持ってきましたやん。ああ、その服、はい、まず私が着てみたいと思ってまして、一着いただいてもよろしいですか？もうお宅の店のもんですから、ご自由にどうぞ。はい、奥さん、肩にかけますから、こう袖を通してください。おおきに、ぴったりやわ。どうや、幸せになったか？あんまり変わらん気もするけど、
これ着てみたら普通のハッピーに見えますけど。ええ、着たら普通のハッピーです。でも着たら幸せになる服やと。着たらハッピーです。あ、着たらハッピーやというわけですわ。なんや、シャレかいな。アホらしい。これなんぼですの？ここに200着ありますので合計400万円になります。400万円？1着2万円もしますの？そんなもんいりません。キャンセルします。キャンセル料は500万円になりますが。ふんな、アホな。アホなとはどういうことです？この契約書にちゃんと書いてますで。あんたのサインもある。それは形式的なもんやって。サインがある以上それは通りまへんな。払ってもらいましょうか。そんなお金ありません。そら困ったな。売買契約が成立してる以上払ってもらうのは困りますがな。そんな無茶な。無茶はそっちですがな。400万耳揃えて払っとくなはれや。なあ大将。あいよ。あんたこんなとこであいよは言わんでよろしい。あいよ。また言うてる。今は普通に喋ってええの。そうか。おい、そこのお二人さん。あいよ。マネせんでええわ。お前ら、この居酒屋トンボは町中の人が安らぎと憩いを求めて集まる店なんや。ふざけたこと言ってたら店からつまみ出すぞ。つまみは枝豆か当たり目を出してもらえますか。アホ、そのつまみを出す言ってるんと違うわ。あいよ、当たり目一丁。あんたもほんまに出さんでよろしい。あ、つい修正で。とにかくその荷物持ってこっから出てってもらおうか。そうか、これ持って出て行ってやるわ。その代わりキャンセル料として500万払ってもらえるんやろな。それはそれはどうやっちゅうんや。こっちには契約書があんねやぞ。ちょっと待ってください。その契約は無効です。え、なんやおばはん、関係ない素人は首突っ込んでくんな。その契約は詐欺または脅迫による瑕疵ある意思表示にあたるので民法第96条により取り消すことが可能です。おばはん何を言いですね。ハッピーとハッピーの違いをあやふやにして契約を結んだ時点で欺罔行為があると認められ刑法246条の詐欺罪が成立します。あなた方は人を欺いて財物を交付させようとしたと認められますので10年以下の懲役に科せられ。なんやとおばはん、静かにせんと。待て鉄、この人の言うことが当たってる。ここは出直そう。でも兄貴、まさか法律の専門家がおるとは思わんかった。おう、今日のところはこれで帰ったるわ。大将もおかみもこのおばはんに感謝するんやな。おう、行くぞ。兄貴待ってくれ。行ってしまいよったわ。おおきに、ありがとうございました。おかげで助かりました。あんたこの人にお茶のお代わりをあげて。あいよ。でも法律にお詳しいんですね。はい、宮崎で弁護士をしております。詳しいはずや、本職やったんですね。え、今日は宮崎から出てきはったんですか。そうです、一人息子が彼女を紹介したいと申しますので。それはいいですね。奥さんの息子さんならさぞかししっかりなさってるんでしょうね。ところが一つ問題があるんです。何です？彼女のお父さんという方が頑固な人で絶対娘の結婚は許さない、相手の男や家族とも会う気はないと言ってるらしいんです。へえ、ほんまに世の中には分からず屋がおるもんですな。娘が好きな人と一緒になって幸せになるのなんで反対するんでしょうな。はい、ここでお会いしたのも何かのご縁。私がその父親というのを説得してあげましょうか。そんな初対面の方にお願いしてもよろしいんでしょうか。もちろんですよ。まあ、なんせ男同士の方が話が通じるもんです。任しときなはれ。お父さん、実は春もお父さんに相談があるの。なんや、便秘かなんかで悩んでんのか。違うわよ。実は前からお話ししてた私の彼氏のことなんやけど。彼氏？わしはお前の彼氏なんか認めた覚えないぞ。結婚したい人がいるって前から話してるじゃないの。わしはお前が結婚するなんて絶対許さん。その男やそいつの家族と会う気もない。彼のこと知りもしないでそんなこと言わないでよ。それにやな、先にわしはこの人の息子さんの相手のその父親を説得せんといかんしやな。あ、その前にそのテレビの人の恋人の父親の説得もせんといかんかったんや。テレビの人って？おう、
今日ここにあのテレビ持ってきた男の人もその相手の父親に結婚を反対されてるんや。先にその人のためにその父親を説得せんといかんのや。そんな他人の結婚のためにあっちこっち説得し回って自分の娘の幸せは後回しなの？こんばんは。ああよかった、まだいてはった。おお、さっきのテレビの人、任せといてください。私が必ず二人を結婚させてみせます。奥さん、春、こちらが恋人の分からず屋の親父に結婚を反対されている気の毒な方や。深夜さん。深夜。え、知り合いやったんか？私の彼氏よ。私の息子です。ほな、わしが説得せんといかん分からず屋の頑固親父っちゅうのは、私？さあ、えらいことになりました。果たしてこの恋人たちは幸せになれるんでしょうか。それとも、続きが気になる方はどうぞ居酒屋トンボにいらしてください。お待ちしてます。ではまた来週。お元気で。外れの小さなお店です。赤ちょうちんに火がつくと、いろんな人生を抱えた皆さんが自慢話や愚痴をこぼしに自分の家みたいに立ち寄ってくれはるんです。今夜もまた、トンボという名の小さなお店、裏方旦那と笑顔の他に。ただいまの出演、トンボの狼、山本ゆかり、劇団ヒポポプラです。同じく大将、柏原神宮前、劇団ヒポポプラです。広野勤、三部深夜、春、日本クラウン、高野和美、医学博士、青木明、エイフォースエンターテイメント、超万次郎一座、ハッピーハッシー、伊藤哲夫、カルベ誠、成本光彦、矢沢さよこ、田中美恵子、カラオケ喫茶銀河、松田雅子、なにわテクノ株式会社、作演出三部深夜、以上でお送りしました。はいよ。今夜のおさめにお湯割り作り、名残のお酒に幸せ込める。体をいたわるおかみの言葉、母によく似て心にしみる。さと恋しく泣きたい時はどうぞトンボに再びおいで。いつもありがとうございます。どうぞお気をつけて。ほなまた明日ね。